どうも中村大です。中村慎一郎です。今回はあれですよ、飛んで埼玉ならぬ、とんでもねえぜ埼玉って記事ですよね。とんでもねえ埼玉。先週日本大騒ぎさせた埼玉県の虐待禁止条例の改正案が1週間経たずに取り下げられたっていうニュースなんですよ、これ。あ、そうなの？取り下げられたんだ。そうそう。あ、知らないんですか？お刀、あの、取り下げられたの知らなかった。取り下げられてるんですよ、これ、とっくに。で、一応記事の内容としては、言葉足らず、留守番は虐待、条例改正案が反対の声を受け撤回。まあ、そういう記事だったんですけれども。はいはい。まあ、言ったら、ちょっと、しんちゃんのためにも、改めて、今回のその、条例改正案というものの内容をちょっと、あの、これざっくり触れてみますと、お願いします。児童を住居、その他の場所に残したまま外出すること、その他の放置をしてはならない。っていうものなんですよ、条文としては。はいはい。で、小学校1年生から3年生だけでの登下校や、子供だけで公園遊ぶこと、そして、留守番も放置にあたり虐待と。で、さらに子供だけでお使いに出ることとか。あら。親が家に子供を置いてのゴミ出しも禁止。あ、そうなの？そう、だから放置に当たるんで、これなんか分数というか時間の部分は書かれてないので、あ、そうなんだ。家に放置ってことが1秒でも起こり得た場合ってそれで虐待になりますよって言っちゃってるんですよ。あららららで、罰則の規定はないんですけれども、うん、県民の方がその違反者を見つけた場合は速やかに通報する義務もあるんですよね、これ。あら、そうなの。まあめちゃくちゃな話ですよねってのが多分一般庶民の感覚ですよね。まあ僕もまあそれそもそもゴミ出しも無理って何残っちゃった話ですやなっていう。本当だよね。そんなみんながみんなお手伝いさん雇えるような経済状況じゃねえんだぞっていう話ですよね。いやいや、ほんとほんと。で、僕実際さ、小学校低学年の時ずっと鍵っ子やったんで、あ、そうだね、この改正案の理屈だとさ、うん、僕虐待されとった子になっちゃうらしいんですよ。そうなっちゃうね。なんか小学校から同級生、小学1年生、2年生の同級生と下校してってさ、はいはい、自宅に入って俺親父の職場に電話するわけですよ。今帰ってきたよ、つって、うんうん。で、そのままランドセルぶん投げてさ、はいはい、同じく親がいない友達ですよね。放置、虐待放置された子供たちと一緒に公園で遊んでるんですよ。はいはい、虐待されてるんですよ、僕ら公園で遊ぶことにより。ずーっと虐待だもんね。そう。で、ジュースを買ったりして飲んだりして、みんなでなんか秘密基地使ってキヤキヤ伏しとったわけなんですよ。はいはいはい、で、これ全部虐待だったんですよ。全部虐待だね。なんてかわいそうな子なんや、俺は。いや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 。って話になりますよね。まあまあそういうことになっちゃうね。で、個人的にさ、このニュースさ、速攻で取り下げられたんですよ。確か6日とかでしたっけ？そんなで。で、僕ちょっとほっとして、これは。うん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 。この国の民主主義は死んでなかったってちょっと思ったんですよ。そこまで思ったんだ。そこまで思いました。国民の声ってちゃんと届くんだなっていうか。はいはいはい、まあ。で、その部分だけでも、なんか明確に分からした部分だけは結構価値があったニュースだったんじゃないのかなっていうね。そういうことね。この国まだ死んでないぞっていう、民主主義はっていうね。お、民主主義の話なの。まあ、さすがにさ、この改正は冷静考えてさ、もう全員めちゃくちゃなと。んなアホなと。ジョークですかってレベルじゃないですか。あ、まあまあ。ぶっちゃけ。まあ、もし通っとったら埼玉県から子持ち世代多分丸ごと全部いなくなったんじゃないですか。そうだろうね。住みづらい街みたいになっちゃうな。冷静考えたらもう、さすがに無理やったなこれって多分向こうも気づいたんだと思うんですよね。はいはいはい、これ発案者側もね。そうだろうな。うん。でもさ、なんか言ったらこうやって、この改正案に対してこう、言ったら批判的な意見が集中したわけじゃないですか、お前。うんうんうん、でも僕、やっぱりさ、立脚点の気持ちだけは理解できましたね、この記事。ほうほう。なんかこの改正案。うんうんうん。でも要はさ、子供を虐待から守ろうとかさ、そこだけ切り取ったらこんな反対するやつ一人もいないでしょ。あ、もうそりゃそうなんだよね。うん、そうなんですよ、結局。うんうん、で、実際さ、なんか直接的なこう暴行を加えられるタイプの児童虐待のニュースを、まあ、生きてると時々目にするじゃないですか。しますね。で、多分みんな暗い気持ちになりますけど、なるなんか今回の改正案のメイン要素ってさ、うん、放置系の虐待ってのはもう結構これ話題になりますよね。あ、直接ぶってたとか、はいはいはい、はい。なんか土下座させてたとかタイプじゃないやつですよね。はい、実際神奈川県の前あったなんかシングルマザーが、恋人と会ってる間に、車に置いておいた赤ちゃんがちょっとお亡くなりになっちゃって、ましてやその後なんか偽装工作まで図ろうとしたみたいな。ああ、やったあったあった。とか最近もあったのが何だっけ、3歳と5歳のお子さんがいらっしゃる父親が、うん、4日間連続くらいもう毎日パチスロにずっと入り浸ってて、おい、依存症だって自分が言っちゃってるぐらいなレベルだったっぽいんですけど、1日12時間ぐらいずっと打てたみたいな。確かに。っていうニュースがやってたりとかもしますけど、まあ、さらに言うと、巣鴨で起きた、確か2004年に。実はこれ、その話をベースにしたら、誰も知らないって映画あったじゃないですか。あっとっとっと。あれ、巣鴨の確か事件かなんかが元になってますから、あれ実話なんですよね、あれ。そんなの。知らなかったですか？知らなかった。あれ実話元に作られてますよ、あれ。まあ、言ったらご存知ない方のために言うと、4人の子供の、シングルマザーである、女性が、4人の子供を捨てて行っちゃ、どっか行っちゃったって。はいはいはい。で、そのまま4人の子供たちだけで、生活が始まっちゃうっていう、一番上が小6ぐらいでしたよね、あれ。はいはいはい、そうだった。っていう映画なんですけれども、まあ、言ったらこれまさに放置系虐待の極地みたいなもんですよね、日本で起こり得る。あ、そうだろうな。で、そういう放置系のやつも、やっぱり、なんか、
か直接的にやっとるとは違うけれども、うん、十分大問題だよって言って、うん、それを防ぐための改正案を出したくなる気持ちは誰でもわかりますよね。まあまあそらそうだ。こんなのは自分に子供がいるいない関係なく、はい、普通の大人だったんなら、あそうだよ、うん、それは良くねえよって誰でもなりますよね。よくね、うん、よくないよ。でそういった放置系虐待をさ未然に防ごうとしすぎたから、うん、こういったちょっと現実離れした結果になっちゃったんでしょうね、うん、この改正案としては、まあ、気持ちがね。ちなみにこれさ、僕この記事あの読んでて思い出したのが、はいはい、パニック障害の例えにも使われるあの火災報知器の原理って言葉があるんですよね。何ですか。これ要は火災報知器ってさ火事に対してね、うん、確実に反応するために、うん、わずかな煙にも反応させるように設定されてるってことなんですよね。ほう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 。要は本物の火事に 100% 反応させるために、うん、その反応をさせる敷地をめっちゃ下げとくって話なんですよ。ちょっとしたのでも速攻反応することにしとったら本物の火事の時で 100% 引っかかるでしょ、うん、そうだね、うん、要は火災報知器の原理ってそういうことなんですよね。で僕この条例見てその言葉を思い出したんですけど、うん、確かにね、うん、この条例を本当に施行した場合ね、はいはい、それやったらここまでやれば放置系虐待ってほぼほぼゼロにできると思いますよ、うん、そうだろうな。けどそれやっちゃったんなら引き換えに日常生活破綻しちゃいますけどねっていう。いや、そういうことだね。やりすぎだよって話ですよね、うん、そうだ。まあ言ったら何ですか、例えるなら、まあ、冬の朝とかにさあサビサビって起きてきてさ、はい、はっはって自分の白い息吐くやん、はい、って温めるときに、あれに火災放置器が毎回鳴るような状態に近いですよねこれ。さすがにちょっとどうしようもないですよね。もうどうしようもない、知ってるわ。そうだから僕は気持ちはわかるって言いたくなったんですけど、であとこれ個人的に思ったことなんですけど、すみません僕あんまりこうあの条例とか法律とか当然、別に法学部とか出てるわけじゃないのであんまり詳しくないんですけれども、はいはい、まあ言ったらこの今言った火災報知器の原理かのような、うん、この行き過ぎた報知系、うん、の虐待予防案ってさ、うん、これ発想の元ってアメリカとかから輸入したんでしょうかね。あーでもなんかすごい厳しいらしいよね。アメリカって確か州によってはさ、もう一人でおつ、うん、なんか、登下校とかお使いとか刺すなってぐらいさ、ね、要は本当に今回の改正案並みにさ、児童虐待に厳しい国じゃないですか。あーそうらしいね。まあ映画だけ見てるだけでもなんとなく伝わりますよね。あー確かにね。ちょっとルール違うんだなってのはね。はいはいはい、はい、うん。で、なんでこんなにアメリカって児童虐待に厳しい国なのかって話なんですけれども、わ、うん、かります。え、いやいや、こんな答え単純で、児童虐待が多すぎるからですよ。単純にか。え、もう虐待大国って揶揄されちゃってるほどの国なんですよ、アメリカって実は。で、児童を虐待から救わなきゃならないから、もうそんな社会問題になっちゃってるから、まあ、まあ、重い罰則付きの通報義務まで国民に課して、なんと通報義務があって、それ、罰則ついてるんですよね。え、そうなの？え、なんか医療従事者とかそういう免許、資格が必要な、業種についておった場合って、その資格の停止処分かなんかじゃなかったか。うわ、そんなに。ちゃんと結構重い確かついたやつを、なんか僕、本で読んだことあるんですけど、そういうのがついてるらしいんですよね。はいはいはい、そういう、今回の埼玉って通報義務はあるけど罰則はないじゃないですか。うん、アメリカって通報義務に対してまでの罰則までつけちゃって国民に貸しちゃって、まあ、緊急で行政がこう介入して本当に危ない子供をね、はいはいはい、子供たちを守ろうって法律が生まれたわけなんですよね、はいはい、そもそも虐待が多すぎたせいでこういう風になっちゃって、ここまでしないとダメな国やったってことですよね。はあ、とんでもねえな。で、当たり前の話ですけど、これも問題を予防するために法律とかルールで作られるわけじゃないですか、うん、そうだよ。で、その国のさ文化的背景とかクローズアップされる問題に対して、うんうん、世界各国いろんな法律が作られていくわけなんですよね、その流れで。あ、もうそういうことだね。で、例えば日本やったんだらさ、他国と比較して放火の罪が相対的に重いって話も僕昔なんかの本で読んだことあるんですよ、ね、あ、でもなんか放火は厳しいっていうのは。そうそう、それの源流って、うん、要は込み入った集合住宅が多くて消火活動がしにくかった江戸の町づくりによるこう火事への警戒心が大元になってるっていうか、うん、放火がすごい重くなった源流としてはね、その頃から残ってるものだらしいんですよね。あ、そうなんだ。じゃあつまりこれさ、うん、法律とか条例ってさ、うん、これなんとかせなあかんやろが先にあるんですよね。あ、もうそういうことだな。で、そのための禁止事項の範囲やレベルってある意味さ、うん、このなんとかせなあかんなの熱量に比例すると思いません？はいはいはい、アメリカってここまでやらないとあかんわってみんな思ったぐらい多分虐待がひどかったって話なんですよ ね、 そういうことね。で、今回の埼玉の改正案で僕まさにここなんですよね。うん、このね、行政と市民の間でどうにかせなあかんやろって部分のなんかラインがずれてたんです、思うんですよ。ここがずれてたと思うんですよね。はい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 、はい、要はあの一般市民からしたら、どうにかせなあかんのはわかるけれども、ここまでするんすかみたいな。はい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 、そうそう。で、おまけにこの改正案、そのさ、なんかどうにかせなあかんやろがもう先行しすぎちゃってさ、その行政側としてもね。まあ、そうだね。で、どうにかしようとしてる国のルールというか、そのノリ
みたいなのをなんかそのまま参考にしてしまったんじゃないのかなって印象もちょっと個人的には受けたんですよね。でしかもこれ重要なのがなぜアメリカではそこまでの通報義務、重い罰則付けた通報義務すら、設けるぐらいの徹底ぶりにしたのか、うんうん、にむしろしたのではなく至ったのかの、はいはいはい、なんか文化的や歴史的な背景は無視して、うんうん、その部分側の部分だけを引っ張ってこようとした風に僕にはちょっと見えちゃったんですよね。まあだから極端な例えですけどこれかなり、うん、なんか水の使いすぎに罰則がある国があったとしてね、はい、まあありそうじゃないですか。あ、なんかありそう。そうそう、そのルールをなんかさ SDGs 的な文脈で日本に導入したとしましょうよ。ほうほうほう。あのさ、うん、国中でさ蛇口ひねるだけで飲料水出てくる国にさ、うん、それがそのままフィットするわけねえやんって話ですかね。めちゃくちゃ極端な例えをするなら。あ、でもちょっとなんか伝わった。そうだからサステナブル、持続性っていう問題って、はい、その国その国においてきっと課題が違うんですよ。それに当てはめたことやらないと意味ないじゃないですか。それはそうだ。だから今回日本の問題には、適した、温度のルールは必要だったと思うんですよね、うんうん、それアメリカとはちょっと温度が違ったと僕は思うんですよ、うん、ほうほう。でだからもうこれ何回も言いますけど、うん、自動虐待をどうにかしなきゃいけないって気持ちは僕は痛いほどわかるんです。これ本当にこれはもう俺はもうめちゃくちゃ叫びたいですね。あ、これはもう人間として俺は最悪だと思います。よくないもん。自分より弱い生き物を虐待、うん、虐げること、はい、でか見たら死に至らしめることって、まあ、僕はやっぱ人間としてこれは許しちゃいけないと思います。許しちゃいけない。いかなる理由があって僕は許しちゃいけないと思います。魚も怒る。本当にひどい話だと思います。でもこれはちょっとさすがになんていうのかな、あまりにもちょっと埼玉県の条例はこと直接的すぎたというかさ、この条例なら虐待の絶対数は必ず減るっていうさ、はい、まあいいとこだけに目を向けてしまった結果というかさ、はい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 、なんかそんな感じのことちょっと僕想像しちゃって、あ、そこだけ見たらそりゃそうだけれどもっていうかね。だからもうちょっとだけさ、この条例は今の日本の世相だったりとか生活のレベル水準だったりとかにフィットするのかってことを、うん、要は条例を守る人々の気持ちとかにももうちょっとだけ目を向けてみた方が良かったんじゃないのかなと思いました。はいはいはい、そこ考えたけどもだいぶ変わりますよね。まあそうだ、そもそもこんだけ待機児童問題だったりとかさ、保育園とかしても、うん、で共働きにしないとさ、まあ言ったら賃金が上がらないせいで、はいはいはい、共働きしなきゃいけない上に待機児童も増えてる状態で、うん、ゴミ出しレベルで虐待です放置ですって言われとったらもう成り立たへんやんってことは、うん、やっぱちょっと考えるべきだったとは思います。本当に、ね、うん、あ、でも僕も正直なんか今回のこの改正案騒ぎを起こしたのが、埼玉県の自民党県議団の田村団長さんって方なんですけど、うん、まあちょっと行き過ぎた部分があったとはいえね、うんうん、なんか一般市民に全く受け入れてもらえないってぐらいの熱量をこう改正案に盛り込んでしまうぐらい、はい、なんか本当にこの昨今の法治系虐待に対してどうにかせなあかんって思ってた方なんでしょうね。まあ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 、それはそうなんだろうね、気持ちとしては。で、僕もなんかこの田村団長の上げ足ばかとっても仕方ないんで、うん、なんかちょうどいいラインの条例とかないのかなってちょっと自分でも考えてみたんですよね。ほうほう、考えた。で、まあ言ったら僕はもう条例としては全然思い浮かばなかったんですけど、うん、すいません、そういう、なんつうの、オフィシャルルールとしてはもう何も思い浮かばなかったです。ああ、そうね。うん、すいません。けど、もう結局、何度考えても、結局さ、これって、ゴールにしたいのは子供たちの健全な生活を守るための話じゃないですか。そうだ、これがゴールなんですよね。うん、そうだ。一番必要なのってさ、僕結局さ、地域社会っていうかコミュニティだと思っちゃうんですよね。ああ、コミュニティね。要はさ、うん、面倒見がいいおばちゃんにさ、うん、飴ちゃんもらったりとかさ、はいはい、近所のおっちゃんに怒られたりとかさ、はい、今の子って経験ないんじゃないですか、きっと。はい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 。この昭和スタイルですよね。うん、そういうことな。が僕はなんだかんだ一番良かったんじゃないのかって思っちゃうんですよね。で、それを、うん、昭和的な古き良き人の和の社会と呼ぶか、うんうん、相互監視社会と呼ぶか、ほうほうほう、村社会と呼ぶか、はい、でその後者の捉え方をするのがマジョリティになっていった結果だと思うぞ今の日本で、はい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 、でつながりが分断されてって、うん、最終的に子供の孤立が生まれてるっていうか、うん、そこに全部こうしわ寄せしてる。そうそうそう。まあ言うたら昭和の時代だとしたらそこまでひどい虐待が起こる前にもしかしたら近隣の住民が気づいたかもしれないし、なんなの近隣の、人の目もあるからそんなこともまずできもしなかったかもしれないし、あんまりねでかい声出してみたら、そう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 、そういうかコミュニティ全体でみんなが顔見知りって状態で生きてた時代のやつがもう分断されてった結果、それはちょっと息苦しいからねっていう考え方のもと、はいはいはい、言ったら間違った個人主義みたいな感じですよねこれは、あ、になってった結果最終的に子供の孤立につながってって、はいはい、そこがカーテンの中にしまい込まれちゃって見えなくなっちゃってそこで虐待だったり放置が起きてるっていうのはなんだかなってちょっと思っちゃいますね。あ、なんだかなだね。でその果てに待っていたのが今度突飛な条例が生まれる土壌というか、はい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 、なんか切ない話だなと思います僕は。うん、
もともと日本にあったのにと思いました僕は。放置系虐待とか児童虐待を防ぐための機構というか、うん、機能が自然発生的に存在していたんじゃないのかなって僕はちょっと思っちゃったんで、あ、そうだね、なんか切ない話では僕すごい思ったんですけれども、皆さんはこの条例案について、改正案についてですか、はいはい、どういう意見をお持ちでしょうか、僕はやっぱり子供を大切にするべきだと思います人間は、というところで、じゃあお疲れっす。新たな神に何を楽しみ、何が正しい、遺伝子の歩み限り出す旅路、ザットウェルリブー。